曜日の深夜、正式な名前は僕まだ言えないんですよ。ねえ、長いんですもん。長いんで言わせようと思うと必ずどっかで閉じるんですよね。今日は私が言いますね。はい、アマチマイの深夜発熱烈熱愛大放送というね、長いタイトルが。略してマリシンです。そう、略してマリシンしか覚えてないんですよ。で、とっても賑やかなスタッフ、ね、そして、キャストでねお送りしておりまして、ね、毎週この菅も火曜日、毎月に一回ですけれどもね、どうしたんですか、大丈夫ですか。いや、孫ちゃんの顔見たらドキッとしちゃってね。何言ってんですか。いやそういうことでして、どういうことなんですか。あ、どういう話をしてました。あ、そうですね、29日にそう、ここで公開録音も、はい、あるんで、それはまあ無料ですよね。そうですね、はい、天地真理さん、もちろん今お話になりました、石川俊夫さん、はい、そして、シーズニングという元気な女の子たちも ね登場して、今回のゲストは市川由紀乃さんですかね。あ、市川由紀乃さん、はい、そうですってね、花ランプとかね、一度でいいからっていう歌を歌われてますから、はい、うん、よくカラオケ大会のね、一般の方で課題曲でね、花ランプなんか歌われてる人いらっしゃいますけどね、ご存知ないですか。花ランプ、あ、花ランプですね、あ、ランプって聞こえました。花ランプです。わかったかな、なんて一生懸命くる、ランプ、花ランプね、はい、明るい素敵なね、歌の歌声を、いつ気がついてくれるかなと思ってたんですよ。お互いにね、スタジオの中でお前が悪い、お前が悪いって一個してるんですからね、とっても明るい番組なんで、はい、ぜひお手紙なりリクエストなりね、お寄せいただいて聞いていただければと思いますよね。プレゼントコーナーもありますから、どん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 この巣鴨歌謡劇場で行って聞きましたよなんて、なんとなく丸かなんか連れて、お、この人に当てちゃおうかなとか、そういう感じありますよね。そうですよ、そんなもんなんですよ、人生というのはね。でやっぱりね、この後ですね、テープの即売なんかして買ってくださった方って、ああ、いい方だなって思うんですよ、やっぱり。そうです、ちなみに住所なんか聞いてね。あ、そうです、うん、僕は電話番号聞きたいです。何、電話番号取られるじゃないですか。そう、この後ね、はい、即売もありますので、皆さんの励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして相模さんが本当に頑張っている曲がありましてね、はい、演歌一筋という、まさにでも本当に相模さんは演歌一筋だよね。あ、そうですか、うん、だから孫悟空だとかなんとかね、シャランキューだとかいろいろもろもろ言われてね、だから髪型変えなきゃいけないのかなとかね、いろいろ思ってるんですけどね、どうしても無駄だとは思いますけれどもね。あ、そんなこと言ってはいけません、いや、この曲にかけてるんですから。そうです、本当にこう、はい、演歌一筋、歌というのはいいもんだなと、本当にこの曲を聴くと思います。相模浩二郎さん、演歌一筋、お願いします。女と二人連れ
けてなるかよ。俺は演歌一筋。幸せだから涙かむのも生きる味。負けてなるかよ。俺は演歌一筋。坂井浩二さんです。どうもありがとうございました。本当に彼は僕は大好きなんです。いつもあったかい喋りをね、マイクを通して聞かせてくれます。いつも冗談を言いながら、でも本当にこと、なんていうのかな、すごくこう優しさが溢れていて、声からも分かるよっていうお手紙をいただくと、自分のことのように僕いつも嬉しく思っているんですけれどもね。さあ、そうしますとフィナーレということになりますけれどもね、はい、フィナーレはやっぱり賑やかなの曲でいきますか。そうですね、ですね、こちらの方に巣鴨もてなし温度っていうのができたんですね、それをエンディングの曲にしたいと思います、はい、さあ、それでは巣鴨もてなし温度で皆さんのお手拍子と一緒に賑やかにフィナーレとしたいと思います。本当にたくさんの方が、このステージから皆様のところに歌をお届けいたしましたので、ちょっとそれぞれの皆様にね、感想を一言言いながら、今日のご出演の皆様を改めてご紹介をさせていただきたいと思います。フランレコードの水木さやこです。あなた訪ねて幸せ芝居一生懸命歌ってます。よろしくお願いいたします。キングレコード西岡達也でございます。
男の夢街道で今頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、皆さん今日は満席の皆さんどうもありがとうございます。日本クラウン結城まさると申します。また今度お目にかかる日を楽しみに待っております。よろしくどうぞ。あ、皆様どうも本日ありがとうございました。人生からかぜで頑張っておりますちびかです。よろしくお願いします。また お会いいたします。皆様今日はどうもありがとうございました。日本クラウンの西澤美奈です。またどこかでお会いしましたら西澤美奈を思い出してください。今日はありがとうございました。皆さん今日はありがとうございました。ビクターの船水京子でございます。忘れたいのにと八王子ラブストーリー欲張りですが2曲で頑張っております。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。四の日コンサートは私専属なんで毎回出てますんで、相模浩二郎の演歌一つよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。そしてお仕事の都合で先に失礼しましたみゆきさくらさん、秀美やくらさん、そして、ね、相川ゆきさんということで楽しくお送りしてまいりました。昔から愛の宝石の未来です。また皆さんとお会いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとう。